四、五、ナイス。水石城のサルギリギリ、今回も TV プレスやってまいりました。52回目。はい、52回目です。最近家でもプロテインを飲むようになったんですけど、筋肉ついてる気がします。このやる気になる、その気になる、大事なことです。今日も張り切ってまいりましょう。とりあえず、はい、いきなりなんで、うちはプラス、あ、そうですね、内側でもうパブリック使わなくていいんで、その日はぶら下がりましょう。アップというか、そうですね、こうやって伸ばして、でこの状態でちょっとだけ力入れたりすると結構ズボンして、そうそう、理由増して、そう、これ10回ぐらい OK。 はい、もう痛い、もう痛いです。痛い、痛い。どうするの？それで、いつも通り。あれ？はい、無理だよ。おお、いい。最初のもう3回とか全然いい。全然いいっす。左全力。左じゃないっす。左全力。頑張っていいっす。順番変えてやるとね、刺激が変わっていいです。もう90キロはね、余裕で上がってますから。余裕だね。余裕ですよね。合併が相次いですよ。まあね、うちの高でもそうだもん、神奈川だって。昨日でも俺会った人が青森サッカーやってて、はい、青森山田の三軍とかにもボコボコにやられてたんですよ。あ、高校でやってた、ジャイアンツ、一軍、もしこっち水野さんとかね、上の人たちが多いかな。あ、あと岩本ガンちゃんとか、はいはい、ちゃん、ガンちゃん、そうそう、ガンちゃんは多いんですけど、片岡さんとか、めちゃめちゃ東京だったじゃん、昔、はい、で、なんか試合見たりして、で、俺が仙台行った時も仙台にも試合にたまに来るから、はい、1年に1回ぐらい見に行ったりしてる。はい、よし、行きます。バランスしっかり。俺の知り合いがさ、息子は立教でやってて、はい、立教って寮なんだって、はい、寮費とそのバット代で、はい、30万円なんですよ。好き、バットばっか折り上がって好き。まあ寮費も多分そんなにはかかるだろうけど、でも5万とかぐらいじゃん。マット代が飛びすぎっす。だから、大学生でバカだってスポンサーつけないと思う。大学生とかもつける人つけますもん。マットはなんだろうね、多分月に2、3本取れるとか。あ、きついっすね。だ、練習で折っちゃうんで。そうっすよね、うん、1日2、3本っておかしくないっすよね。横で出たんじゃないかっつって。いや、まあ、うまかったら問題ですよね。まあ、やっぱバットが高いじゃん。1000円、2000円じゃないしさ、1万、2万ぐらいするでしょ、公式だったら。消耗品ですよね。軟式だったらまあ折れないじゃん。折れないし、高校で言ったら金属ですから。そうそうそう。高校野球の感覚で金かかると思ってるんで、まだ。え？高校野球までやってたら、までしかやってないのに金かかるって感覚ですから。まあそうだよね。ボールだってね。そうです。なくなるし。はい。よいしょ。オッケー。あれ、重くなった？もちろんです。あ、そうか。あれ、重いなと思って。あ、だって言ってた。そりゃそうです。よいしょ。そい。オッケー。よし、こ
ああね、これ何キロ？70です。70か。これで70。なかなか。すごい。最初は手で20キロアップで、こういう。8回ぐらい。ペースで倒して。これだよね。そうです。そう。OK。やめた。ミスちゃんで、そのまたこれ。いらないですか？あったほうがいいね。まあ、これ40秒だったら、すでにもできるっちゃできそうですけど。あったほうがいいね。結構刺さっちゃないけど。必ず好きだもん。筋トレ女子。よいしょ、行きましょう。15回。よいしょ。し。首負担切るで力みすぎない。歯強く噛みすぎない。OK、ナイス。ここ痛い。すごい痛いですね。よし。よいしょ。よいしょ。はい。OK。したところの刺激を感じてほしい。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。